あ、ごめんなさい、始まってましたね。はい、すいませんでした。始まってるの忘れます、気がつかなかったです、すいません。こんばんは。はい、こんばんは、すいません。菊池さん、こんばんは、ハレリア。ちょっとですね、時々始まってるのが気がつかないで、すいませんでした。はい、それではですね、こんばんは、ハレリア。キューちゃん、暑いですが霊的戦いに勝利しましょう。明日も勝利、しましょう。アメン、アメン。はい、アメン。ちょっと BGM が聞こえないですね。 BGM 一応やってるんですが、はい、 BGM がちょっと弱いですね。BGM 少し小さい。あ、そうですか。じゃあちょっと BGM を大きくしましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、 BGM ですね。はい、このぐらいがいいでしょうかね。はい、そうですね、今日のタイトル、ジーザスレンズあと1週間ということですね。来週の月曜日ですね。ちょうどいいですか、菊池さん、ありがとうございます。来週の月曜日がですね、ちょうどジーザスレンズのですね、1週間ということで、ジーザスレンズはですね、まだ知らない方がいると思うんですが、来週の終戦記念日ですね、来週の終戦記念日、月曜日ですけど、パレードをしますね。パレードとそれから賛美と踊りをします。でパレードはですね、11時半から12時半の間ですね、11時半から12時半の間、豊洲というところで、パレードをします。そしてニコ生では私一応放送しますね、ニコ生で放送します。そして午後も、午後も何時でした、すみません、午後ですね、午後は1時半、で夜が6時、午後が1時半、夜は6時に踊りと賛美の、賛美の集会をします。でそれもニコ生のユーザー放送で放送する予定です。でも皆さんぜひですね、参加することも、参加したい方はですね、こちらに登録が必要なんですね。ちょっと一応貼っときましょう。ジーザスレインズのサイトがありまして、そちらの登録制なんですね。ぜひ皆さん近い方は、登録して参加してください。これがですね、ジーザスレインズのサイトですね。参加費はいらないんですけど、この T シャツがですね、参加費の代わりですね。キリストトーチって書いてありますね。キリストトーチ、ジーザスレインズは日本語でキリストトーチって、
この T シャツが一応参加費なんですね。2枚で1500円だそうですね。2枚で1500円。で、これがジーザスレンズの旗、ジーザスレンズの旗。まあ、こうやって振るわけですけど、まあ、実際あのマーチの時はですね、万国旗も振るそうです。そしてあの LTL ではですね、7、8人参加する予定ですね。 LTL では7、8人参加して、その万国旗をですね持つ、まあ、役割がありますね。下がって振った方が見やすいかもそうですね。その T シャツは欲しいっていう方がいますね。遠方のクリスチャンは参加できないのですか？あの、できますよ。来てくだされば参加できますが、その実際は、まあ、放送を見るしかないんですけど、その T シャツは欲しい。あの、今の貼ったですね、皆さん、このサイトで買うこともできますね。このサイトでその T シャツ買うこともできますよ。はい、それでですね、何を言った、このジーザスレインズ、ジーザスレインズの意味はですね、まあ、イエス様が統治する、イエス様が治めるという意味です。そしてそのあの本来この世界は、まあ、神様が作った世界ですね。本来この世界は神様が作ったんですが、その、神様が作ったその世界なのに、その悪魔がですね横取りしているという、悪魔が横取りしているというのがキリスト教の、まあ、世界観なんですね。つまりこの世はですね、悪魔が、あの横取りしている、悪魔がこの世を横取りしている、悪魔が人間を横取りしているという、そういう考え方です。で、それに対して神様が、ね、イエス様を使わせて、イエス様をこの世に使わせて、その悪魔から奪い取る、悪魔から奪い取るという、そういう計画なんです。どうやって奪い取るかというと、そのイエス様が十字架にかかって、イエス様が十字架にかかって、その十字架の勝利、その十字架の勝利が、その十字架を通して人が救われて、人が救われて、それで、神様が人間を、まあ、勝ち取るということなんですね。神様が人間を勝ち取る。ですから私は今、ニコ生で伝道していますが、それは、神様の働きだということですね。神様がニコ生を通してイエス様を述べ伝え、そしてその悪魔の支配にある人たちが、その、あ、どうか来ました。ちょっと待って。すいませんでした、誰もいませんでした、誰もいませんでした、勘違いでした それでどこに行きましたっけ。悪魔が横取りした世界をイエス様が取り返しに来たということです。そして私も以前は悪魔の虜でしたけど、今イエス様の味方をしてこのように伝道しているということです。
そしてジーザスレインズはまさに、イエス様が支配するんだ、イエス様が、この世を支配するんだということを、まあ、主張しているわけですね。ジーザスレインズ、レインズっていうのが統治する、支配するという意味ですね。でここにあの、ジーザスレインズジャパン、ね、イエス様が日本を統治する、イエス様が日本を統治する。そして、まあ、なぜ8月15日にするかというと、8月15日は、まあ、終戦記念、終戦の日ですね。終戦の日です。そしてその終戦というのは結局偶像崇拝が打ち破られた日という、偶像崇拝が打ち破られた日、まあある意味では悪魔が負けた日というふうに考えてもいいでしょう、ね、悪魔が、悪魔が負けた日というふうに考えましょう。そしてその、私たちは戦争に負けたかもしれない、大事なのは偶像崇拝が負けるべき日、悪魔が負けるべき日だということで、日本は71年前に戦争に負けたけどまだ偶像崇拝が負けていない、悪魔が負けていない。ですからその日本をもう一度ですね、戦争には71年前負けましたけど、霊的には、ね、あ1週間後の明日で、1週間後の15日ですね、1週間後の8月15日に日本の偶像崇拝に勝利しましょうということですね。日本の偶像崇拝に勝利しましょうということなんですね。はい、ですからぜひ皆さん放送で参加してくださいね。放送で参加してください。LTL もですね、あのレンタカーを借りてですね、7、8人の人がですね、参加する予定ですね。もう車で、ボックスカーで、7、8人で行きます。はい。それからですね、もう一つは今日はですね、天童のですね、天童の、まあ、ビデオのあの天童の、まあ、なんて会見っていうんでしょうかね、言葉がありましたけど、本来天童という言葉は天の王というんですね。天の王で、天の王というのはもちろん神様のことですね。神様が天の王なんです。ぜひ私も放送で参加させていただきます。アメン。はい、柴田さん、ぜひ放送で参加してください。天皇というのは天の王ですから、その天の王は神様が天の王なんです。そういう意味で天皇が日本の神ではなく、イエス様が日本の神様である、イエス様が日本の王である、これがキリスト教なんですね。もちろん日本だけじゃありません。中国の王でもあり、韓国の王でもあり、アメリカの王でもあり、世界中の世界の王、世界の王がイエス様だと。イエス様は王の王であり主の主である、王の王であり主の主である、これがキリスト教なんですね。ですから私たちはそのことを宣言する必要があるんです、ね。イエス様こそ日本の王である、世界の王である、日本の王であり世界の王である、イエス様こそ王である、それを私たちは宣言する必要があります、ね。
そうですね。私たちが宣言することによって、私たちが宣言することによって霊的な世界が変わっていくんです。ですから人数ではなく、まあそのパレードに参加するのはまあ300人ぐらいかな、300人ぐらいの人が一応参加する予定ですけど、人数ではなくてですね、信仰なんですね。信仰で宣言していく、信仰でイエス様こそ、ね、王の王、主の主であると、そのように、皆さん一緒に宣言しましょう。日本は変わります。日本は私たちの祈りによって変わります。私たちの信仰によって日本は変わります。日本はですね、まあ、戦前戦中は天皇が神だったんですね。天皇が神だったんです。そして戦後ですね、戦後日本はですね、まあ、経済が神になったんですね。経済が神になって、経済高度成長しました。経済高度成長したんです。ところがバブルが弾けて、その経済も、経済という偶像がやっぱりなくなったんです。ですから今日本はですね、天皇という偶像がなくなり、経済という偶像がなくなり、今日本の、ね、偶像は、なくなっているんではないかなと思うんですね。セントさん、キューちゃんこんばんは。イエス様に世界を統治していただきたいです。アメン、ハレリア。イエス様に世界を統治していただきたいです、ハレリア。そうです、私たちは、イエス様を王として歓迎しなければならないんです。イエス様の再臨はまさにイエス様を王として歓迎するときに、特にイスラエルがイエス様を王として歓迎するときにイエス様が再臨するという、スケジュールなんです。でも現在イスラエルはイエス様を歓迎していないんです。イエス様はイスラエルの王でもあるのに、イスラエルは今イエス様を歓迎していない。そういうわけで私たちはそのイエス様を歓迎するために、私たちはイエス様こそ王の王、主の主として、この人類の王としてイエス様を招待しなければなりません。コメントが来ました。柴田さん、イエス様あっての我々だと思います。だから私はイエス様のために働き祈り、強く祈ります。イエス様のために働き、強く祈りますという。アメン、アメン。イエス様あっての我々です、ね、イエス様あっての我々です。アメン、素晴らしい。イスラエルがイエス様を受け入れるように、イスラエルの神であるイエス様を受け入れるように、私たちは祈り続けなければなりません。イスラエルがイエス様を受け入れるときに、イスラエルがイエス様を歓迎するときに、イエス様が再臨するからですね。イエス様が再臨します。山本さん、キューちゃんこんばんは。昨日は暑くて眠れませんでした。
キューちゃんの言う通りに祈ったらエアコンが効いてきて霊的快適に眠ることができました。今日の放送についてですが、今までジーザスレンズの意味を勘違いしていました。以前は若い人でも参加できるんだは素晴らしいと思いました。あと T シャツが欲しくなりました。あの T シャツを着てシボンさんのように玉置県駅前でアーメンサタンを持ちながら出ていけと叫びたいです。そうですね、ぜひ皆さん参加できる方があったら参加してください。登録すれば、そのサイトを通して登録すれば参加可能です。参加可能です。近くの方はぜひ参加してください。そういうわけでですね、今日は1週間後のジーザスレインズの集会、1週間前なので、1週間前なので、オバマ大統領が、ごめんなさい、ちょっと、オバマ大統領が原爆投下の罪を悔い改めたんだからクリスチャン被爆者に謝罪すべきやね。あ、愛とは何かを己に問い続けながら生きる人間の姿は美しいですね。ジーザスレインズの案内が私のところにも届きました。 USS さん、東京にお住まいのクリスチャンが本当に羨ましいです。東京にお住まいのクリスチャンが本当に羨ましい。授業よりも食事よりももっと大切なこと、私イエス様が好き。アメン。私イエス様が好き。そうですね、一番大事なことは何なのか、一番大事なのは何なのか。私たちはイエス様を一番大事にします。愛はイエス様。節子さん、愛はイエス様。アメン。イエス様は愛と言ってもいいし、愛はイエス様と言ってもいいですが、神は愛ですという言葉がありますね。神は愛です。十字架を見せてください。伝道にもいろんな伝道があります。そのニコ生で放送することもこれも伝道です。そしてジーザスレインズはですね、そのパレードをね、パレードを通して伝道するわけですね。パレードを通して伝道します。いろんな伝道の仕方がありますね。集会を開くという伝道もあります。来年のゴールデンウィークの
1万人規模の集会が大阪でありますね。大阪で、ゴールデンウィークにですね、大阪で、大阪の国際会議かな、なんていう会議だったかな、大阪で一番国際会議場ですね、一番大きな国際会議場で、来年のゴールデンウィーク大阪で集会があります。1万人規模だそうですね。で、東京ではですね、まあ、ちょっと早いんですけど、来年の8月ですね、あと1年先なんですけど、随分先の話ですが、来年の8月の12、13、14がデビット・テイラーの集会ですね。デビット・テイラーの集会が中野ゼロホールであります。もう、まあまあ決定じゃないんですけど、予定ですね。決定ではないけど、一応予定です。そして来年の8月15日もまたジーザス・レインズ、これも予定です。今月の15日もジーザス・レインズは、これはもう決定でありますけれども、来年の8月15日は予定です。それから来年の8月の12、13、14が、デビット・テイラーの集会です。それから来年のゴールデンウィークは大阪で大きな集会があるということですね。柴田さん絶対に参加します。柴田さんはその大阪の集会に絶対参加するということで、いいですね。私も行きたいですね。私も行きたいんですけど、ちょっと遠くて行けるかどうか分かりませんけど、以前はですね、あの大阪の集会行ったことがあります。大阪の集会、京都の集会、名古屋の集会行ったことがありますね。それ以上遠いところは行ったことはちょっとないんですけど、まあ一番遠いのは大阪の、あ、神戸の集会、神戸の集会も行ったことありますね。神戸の集会も行きましたよ。外国の集会に行く人もいますね。日本伝道会議ですね、日本伝道会議が9月に神戸である。ああ、そうですか。それは今年ですかね、今年ですかね、来年ですかね。あの来年がですね、来年が宗教、ごめんなさい、宗教改革、宗教改革じゃなくて、ごめんなさい、ちょっとど忘れしましたね。あのマーチン・ルターのね、マーチン・ルターの、宗教改革500年周年が来年なんですね。その、まあ、大阪版がゴールデンウィークにあって、で東京版はまだいつか決まってません、ね、来年は、宗教改革500周年記念ということで、東京でもある予定です。11月にエルサレムのギャザリングがあります。たくさんありますね。そう、外国はなかなか行きにくいですね。柴田さん、麻生牧師も来ていただきたい、ね、行きたいですね。まあこれからですね、まあ集会が増えてくるかもしれません。リバイバルに向けてですね、リバイバルに向けて日本中で集会が増えるかもしれませんよ。はい、まゆみさん、ですね、来週の月曜日は配信します。来週の月曜日は何時から配信するか分かりませんが、まああの車の中でもしかするならば意外と早くするかもしれませんが、マーチはですね、マーチは多分11時ぐらいから放送できるかもしれません。午後は1時半から、夜は
6時からですね、1日3回ぐらいは放送できるかもしれません。そして来週の火水がですね、月曜日が、まあ、ジーザスレンズですけど、火水がですねちょっと休暇でですね、一応休みます。ごめんなさい、今から言っておきますね。火水が家族旅行でちょっと休暇します。しかし前の丹沢湖とも同じように、もしかしたら水曜日の朝現地から放送できるかもしれません。電波の具合が分かりませんから、ちょっと分かりませんけど、一応来週の火水が休みにしといてくださいね。はい、それでは、大阪では来年ラブソナタが、ね、大阪で来年ラブソナタたくさんいろいろありますね。まあいいですね、集会が目白押しっていうのはいいですね。集会が目白押しっていうのはとてもいいと思います。それでは忍びいきましょう。ジーサスレインズ、ジーサスレインズ、イエス様が日本を統治します。お土産話でいいですか。お土産話、イエス様が日本を統治します。ジーサスレインズジャパン、ジーザ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 スレインズジャパン、イエス様が日本を統治します。イエス様が日本を統治します。アメン、アメン。お豆腐ください。お豆腐、 あれはお豆腐はチャルメラじゃない。チャルメラはラーメンかな、わかりませんけど、チャルメラではありません。スノベです、スノベです。はい、菊池さん、キューちゃん、こんばんは。今日も信仰を学び成長できることをイエス様に感謝します。8月28日に富士総合火力演習という大規模な軍事演習が行われます。これは8月15日の敗戦記念日で、平和への誓いを行った2週間後に開催され、まさに矛盾した行動だと思います。本来だと日本は憲法9条を守り実行しなければなりません。70年前、日本は真珠湾に奇襲攻撃でアメリカを攻撃し、中国や韓国といったアジア全体を侵略し、偶像を広めた罪があります。この富士総合火力演習は抽選で一般の方も参加できるのですが、すごい人気でなかなかチケットが手に入らないそうです。まさに日本の右傾化が進んでいる証拠ではないでしょうか。日本が尖閣や竹島等の領土問題でトラブルを起こしているのは、憲法で禁止されている軍事力を保有しているから。兄弟姉妹であるアジア各国と仲良くなりたいならば、自衛隊を解体し武力を使い領土問題を解決しようとするのではなく、あ、ごめんなさい、武力を使い領土問題を解決しようとするのではなく、昔のお詫びに尖閣や竹島を差し上げるぐらいの度量の深さを世界にアピールすべきだと思います。アメン、アメン。本当にそうですね、本当にそう思います、ね。
本当の平和、ね、本当の平和、それは損得じゃなくてですね、その武力を持つことがかえって、ね、危険だということですね。キリスト教の行事目白押しで大変幸せに思います。アメン、イエス様に感謝します。はい、集会が目白押しです。集会が目白押しですね。レッサーにいろいろ集会のね案内を、これからもしていきたいと思います。集会の案内をしていきたいと思います。菊池さんのコメントに強く賛同します。柴田さん、菊池さんのコメントに強く賛同します。アメン、アメン。それでは証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様が日本の王であることが分かった証、イエス様が世界の王であることが分かった証、イエス様を信じて、サタンから日本を奪い返さなければならないことが分かった証、十字架によって、十字架によってサタンが敗北し、イエス様が人々を勝ち取ることができるということが分かった証、スタート、スタート、スタート。生きる意味が分かったよ、生きる意味が分かったよ。今年はリバイバルが起きると確信しました。イエス様に世界の悪魔支配から救ってほしいと思った。ジーザスレインズジャパン、何度も叫びます。天道の愛を一番理解しているのはイエス様。この放送を通してイエス様のお気持ちがよく伝わった。イエス様のお気持ちが伝わった。この放送で大事なことを知った気がします。日本はイエス様のもの、確信しました。日本はイエス様のもの、確信しました。神のご計画通りになりますように。アメン、節子さん。神のご計画通りになりますように。家族にこの放送を見てもらいたいです。アメン、アメン。クリスチャンになって迫害や災難があってもイエス様が守ってくださるので、悪いことでも心を強く持てるんです。アメン、アメン。悪いことがあってもということでしょうかね。悪いことがあっても心を強く持てるんです。アメン。来年の、来年大阪で会いましょう。 USS さん、イエス様のおかげでお盆の、お盆のその先祖崇拝は茶番だと分かった。すべてのコメントを神様は見てると思いました。
クリスチャンの迫害は悪魔の仕業だと分かった。統合失調症が治りました。まさにジーザスレインズジャパン。アメン。黙祷をやめたら調子が良くなりました。アメン。イエス様に心を捧げよう。イエス様に心を捧げよう。イエス様が守ってくださるから幸せなんだと分かった。ものすごく自分を悔い改めたい。ものすごく自分を悔い改めたい。アメン。アメン。イエス様のおかげで真理の愛を理解できました。真理の愛を理解できました。天国大学に入るために夏休みの宿題を放置しました。いつか子供が生まれたらハレリアと名付けたい。イエス様のおかげで今日一日無事に生きることができました。アメン。イエス様を信じて毎日ブドウジュースを飲んでます。毎日ブドウジュースを飲んでます。イエス様の血として飲んでるんですか。今夜の放送も油注ぎで全身ポカポカです。アメン。毎日落ち込んでいたけど近頃私はいい感じ。お盆という偶像から日本が解放されるように祈ります。アメン。アメン。私は毎日聖餐式を行いたいくらいに信仰に燃えてます。アメン。アメン。信じるべきは多宗教でも天皇でもなくイエス様なんだ。もっと信仰に燃えたいです。センターさん。アメン。明日も死者に黙祷する日ではないと理解が広まってほしいです。明日は長崎の原爆の日ですね。ぜひ黙祷、しないようにしましょう。黙祷しないようにしましょう。金メダルを勝ち取ることこそ正義だと思っていたけど、イエス様の愛を受け取ることこそ、正義だと思った。アメン。
神様の御心のままになりますように。神様の御心のままになりますように。平和記念公園の像は偶像だと気づけた。神様に会えて本当に良かった。嬉しくて嬉しくて言葉にできない。私たちはイエス様しか信じる人はいないですね。私たちはイエス様しか信じる人はいないですね。イエス様のご計画のすべてに従います。イエス様のご計画のすべてに従います。アメン。柴田さん、夜ですが叫びます。イエス様、今日という日をありがとうございます。クリスチャンである喜びをもたらしていただき本当に感謝します。アメン、アメン。柴田さん、その通りですよ。私たちは恵みによって神の子になったんです。恵みによって永遠の命を受けたんです。恵みによって救われたんです。私たちは喜ぶべきです。喜ぶべきです。喜ぶべきです。信仰によって喜ぶべきです。いろんな問題、小さなことで悩むことはありません。私たちをの喜びを取るものは何もないのです。私たちの、その救いの喜びを取るものは何もないのです。私たちは、私たちの喜びはあまりにも大きく、小さな、出来事は私たちにとってはその喜びを取るものではないのです。私たちはもっともっと喜ぶべきです。もっともっと喜ぶべきです。僕は永遠の命を受け取ったので、悪コメという迫害に屈しません。なぜ私たちが寛容なんですか？それは私たちの罪が、大きな大きな罪が許されたからです。なぜ私たちは希望に満ちているんですか？本当の希望を知ったからです。本当の希望を持っているからです。イエス様と生きられて幸せです。アメン。ボーアゲンさん、イエス様と生きられて幸せです。ポケモンをやめたら人影が怖くなくなりました。アメン。それではファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージです。イエス様への信仰に毎日燃えています。イエス様への信仰に毎日燃えています。黙祷しても何も変わらない。悔い改めで全てが変わる。アメン。そうです。大事なのはイエス様に向かって悔い改めること。黙祷はかえって罪を犯すんです。背筋主義をやめてイエス様主義を始めます。黙祷はかえって罪を犯すことなんです。むしろ悔い改めることこそ、イエス様に向かって悔い改めることこそ必要なことなんです。迫害を恐れて偶像に従うよりイエス様に従いたい。迫害を恐れて偶像に従うよりイエス様に従いたい。自我を直すことがイエス様の教えだと分かったよ。自我をなくすことがイエス様の教えだと分かったよ。
ケモン GO レベル15になやっとなりました USS さん。USS さん、ポケモン GO についてのポケモンについての放送をやりましたんで見てくださいね。ポケモン GO の作者の、ね、話のついての放送があります。はい、皆さん、私たちは本当に大事なことを知りました。以前はね、その死後のことなんてあまり考えなかったかもしれません。世界のことも考えなかったかもしれません。神様についても考えなかったかもしれません。しかし今私たちは神の子になって、神の子になって大事なことが分かるようになったんですね。大事なことが分かるようになりました。私たちは自分たちの死後天国に行くという、そういう希望を持っているんです。そしてまた世界が、世界に、この世界を作ったイエス様が、世界を作ったイエス様がまたこの地上に再臨するということを知ったんです。私たちは本当の神、本当の王を知ったんです。その王が私たちを選んで、その王が私たちを選んで神の子にしてくれたんです。以前は悪魔の子でした。悪魔の子というのは罪を犯す者が悪魔の子です。しかし私たちは神の子になったんです。イエス様のおかげです。十字架のおかげです。私たちは本当に神の子になったんです。クリスチャンでもですね、神の子であるということをはっきり認識してない人もいるかもしれません。ぜひ兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の子であるということを認識して喜ぶべきではないでしょうか。信仰で喜ぶんです。信仰で喜ぶんです。人間として最高の身分である、神の子になったんです。罪が許されただけではないんです。罪が許されただけではなく、神の子という身分を受けたんです。神の子は嘘をつけないですね。はい、神の子として生きるならば、いつもイエス様が一緒ですから、いつもイエス様が一緒ですから、その悪いことができないんですね。悪いことができません。この音楽は何ですか？すごく素敵な音楽です。そうですよね、賛美歌は素敵です。賛美歌は素敵です。メタルとかロックを聞くと頭痛がします。はい、危険です、危険です。ヘビメタ、デスメタは危険です。皆さんはだんだん霊的なことが分かってきて、本当に悪霊と関わることが、危ないということが分かってきたと思います。ぜひ皆さん、その霊的な見分けをつけて、霊的に危険なものを避けましょう。霊的に危険なものを避けるんです。霊的な分別を知ってください。霊的な分別、この放送ではいつも何が良くないか、何が良いか、絶えず放送してますから、長く聞いている方々はおよそ分かってきたと思います。聖書が禁じていることと、本当に霊的に危険なことがだんだん分かってきたと思います。あ、時間来てしまいましたね。では招きをしましょう。今日の放送を聞いてイエス様をこの地球の王、
人類の王として歓迎したい人、今は悪魔がこの地球を支配しているけれど、本当の王である方、本当の神である方、イエス様を私たちの王として歓迎する方、アメンと言ってください。日本の王としてイエス様を歓迎する方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。ヤフーチャット時代から見てます。すごい。アメン。イエス様もヤフーチャット時代から来てます。アメン。日本の王としてイエス様を歓迎します。日本の王としてイエス様を歓迎します。日本の王としてイエス様を歓迎します。アメン、アメン。天のお父様、感謝します。今日の放送感謝します。あと1週間で、あと1週間でジーザスレインズジャパンのマーチがあります。どうぞ、あまり暑すぎず、また雨が降らず、良い天気となりますように。またたくさんの方が参加して、たくさんの方が参加して、日本を支配する方はイエス様なんだ、日本を支配する方はイエス様なんだということを宣言して、マーチすることができますように。心を一つにして、心を一つにして、イエス様を大歓迎して、イエス様を大歓迎して、マーチすることができますように。リスナーの方も放送を通して参加し、イエス様を王として、イエス様を王として一緒に歓迎することができますように。一緒に歓迎してくる、歓迎することができますように。どうぞリスナーの方で、東京豊洲に行ける方は参加できるように導いてください。その集会を祝福してください。その集会が拡大されて、日本中で、ジーザスレインズジャパンが行われるようになりますように。どうぞこの集会は、今年初めてですが、これから毎年毎年全国で広がっていきますように。毎年毎年全国で広がっていきますようにお願いします。イエス様が日本を統治する、イエス様が日本を統治する、本来そうあるべき、本来そうあるべきです。そして私たち一人一人の心もイエス様統治してください。イエス様は私たちの心を支配してください。あなたが私たちの王、あなたが王の王、主の主です。私たちを統治してください。リスナーの心を統治してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。1週間待ってくださいね。明日朝また7時にお会いしましょう。シャローム。